フォルクスワーゲンは11月4日、新型ゴルフ R、フォルクスワーゲンゴルフ R をデジタルワールドプレミアした。ゴルフ R は、これまでの4世代のすべてが駆動方式 4WD で、常にダイナミックで特別なデザインを備え、クラスの技術的ベンチマークであり続けた。5世代目となる新型ゴルフ R もその伝統を継承しているという。新型ゴルフ R は8世代目となる新型ゴルフシリーズの頂点に位置する高性能グレードであり、歴代最強のゴルフとなる。 EA888 型直噴 2.0 リットル直列4気筒ガソリンターボエンジンは専用チューンされた。シリンダーヘッドにターボチャージャーへの水冷排気ガスルートが組み込まれたほか、デュアルカムシャフト調整機能付きの可変バルブタイミングなど新しいテクノロジーを採用した。この結果、最大出力は320ピコセカンド、最大トルクは 42.8kgm を獲得する。従来型ゴルフ R 欧州仕様の最大出力310ピコセカンド、最大トルク 40.8kgm に対して、パワーは10ピコセカンド、トルクは 2kgm 強化された。 R パフォーマンストルクベクタリングを備えた最新の 4WD システム、4モーションを採用する。最新の4モーションシステムは、エンジンの出力を4つの駆動輪に配分する新しいコントロール機能を持つ。新型では 2.0 リットル直列4気筒ガソリンターボエンジンの駆動力をフロントアクセルとリアアクセルの間だけでなく、後輪の左右の間でも可変配分できるようになった。これにより特にコーナリング時の敏捷性を大幅に向上させているという。新開発の 4WD システムはビークルダイナミクスマネージャーを介して電子ディファレンシャルロックの XDS やアダプティブシャシーコントロールの DCC などと初めて緊密に連携するようになった。ビークルダイナミクスマネージャーは新しいドライビングダイナミクスシステムだ。XDS 機能と調整式ダンパーの横方向の入力の両方を制御することで、快適性重視の設定とスポーティな乗り心地重視の設定までの幅が大きく広がり、その結果動力特性が大幅に強化された。これにより最高レベルの精度で最適なトラクション特性とニュートラルなハンドリングを追求した。フォルクスワーゲンによると、最新の4モーションと R パフォーマンストルクベクタリングというインテリジェントにネットワーク化されたシステムがドライビングダイナミクスの新次元を可能にしているという。トランスミッションは7速デュアルクラッチの DSG を組み合わせた。新型ゴルフ R の0から 100kmh 加速は 4.7 秒、最高速は 250kmh、 リミッター作動。0から 100kmh 加速は従来型の 4.6 秒に対して 0.1 秒短縮された。新型ゴルフ R にはオプションで R パフォーマンスパッケージを用意した。これにより最高速を 270kmh に引き上げることができる。足回りのセッティングはドイツニュルブルクリンク北コースで煮詰められた。オプションの R パフォーマンスパッケージでは、ニュルブルクリンクドライビングモードが装備できる。このニュルブルクリンクドライビングモードでは、新しい 4WD システムをはじめ、すべての主要なドライブパラメーターが、ニュルブルクリンク北コース向けのセッティングとなる。また、各種走行データを測定することも可能だ。フォルクスワーゲンによると、新型ゴルフ R は、ニュルブルクリンク北コースのラップタイムを、従来型の7分51秒から19秒短縮しているという。